これまで、まあ、長い方ですと10年ぐらいこの問題とかかってきている首長さんもいらっしゃいますので、まあ、その間の、まあ、積年のいろんな思いもありますし、まあ、そうしたことをですね、まあ、しっかり受け止めるということは、まあ、とても大事な機会 でありましたし、昨日夕方県庁で行われた鈴木知事と大井川流域市町の意見交換会、島田市の染谷市長や焼津市の中野市長など流域実施町のトップらが一堂に会し、鈴木知事としては流域との初めての意見交換の場となりました。このリニアの事業推進にあたりましては、大井川流域市町の皆様のですね、ご理解が大変重要でございます。意見交換会の前に行われた会見でこう話した鈴木知事。これまでもリニア問題の一つのポイントとなってきたのが知事と流域市町の関係性です。意見交換会は川勝前知事時代にも複数回行われてきましたが、知事と流域の市長、町長との間で田代ダム案に関する認識の違いやボーリング調査に対するスタンスの違いなどが浮き彫りになっていきました。田代ダム取水抑制案についてはほぼ全員が了解をしたと、待ったと言ったのは県だけだった。少なくとも流域の首長たちは同じ意見だったというふうにお伝えをしたいと思います。きっと何かこう食い違いがあるなというふうに思っています。その溝は徐々に深まり、議論が停滞していた中で迎えた川勝前知事の電撃辞任。新たな知事の流域との関係構築が注目される中、昨日の意見交換会では各市町のトップから意見や考えが示されました。あまりにスピード感があってですね、流域はついていけないし、丁寧な説明をお願いをいたしました。参集者の合意も含めてスピード感はあるんですけども、我々に情報が少し少ないんじゃないかと。流域市町の協議会があるんで、これをもう一度立て直してしっかり相互に報告や相談をしていただきたいと。できるだけ経済的な効果も含めて県民にとって地域にとってプラスになるようにと、デメリットをできるだけ減らしてプラスの効果を生かしていただきたい。多くの市町が鈴木知事に求めたのは情報共有について。リニア推進のスピード感を評価する一方で、山梨、国との三者合意などを例に出し、丁寧な説明や密な情報共有をしてほしいという声が上がりました。反省をして、もっときめ細かく情報を提供するようにしたいと思っています。また工事によって水資源に影響があった時の補償についても意見が上がりました。万万が一になった時どうなるんだと言った時に、それはしっかりとした文書でそれを書き留めて、それも 国が入ってそういう文書にまとめる、で40年50年経ってからもそれが担保できるように。これを受けて鈴木知事は水資源の保証は重要と理解を示し、保証のあり方について JR 東海や国と文書を交わす方針を示しました。国の関与というのはですね、私は大変重要であるというふうに思っております。しっかりとしてやっぱり文書としていろんなことをですね、決めて担保しておくことがですね、まあ、将来世代に対するこれは責任だと思いますので。知事就任後、リニア問題をめぐり活発な動きを見せる中で、鈴木知事は流域市町の意見にも寄り添う姿勢を見せました。